い、皆さんこんにちは。カレチャンネルののぞみです。今日ですね、ビューデンスのポータブル電源をご提供いただきましたので、こちらのレビューをさせていただきたいと思います。結構コンパクトな感じのポータブル電源で、さらにここにライトらしきものがついています。どういった商品なんでしょうか。それではどうぞ。はい、こちらの商品ですが、定格の出力が 300W、 最大が 600W になっています。後ほどいろいろつないで試してみようと思います。ちょっと今回説明の箇所が多く、専門用語的なことが入ってくるのでカンペ置いときます。こちらの商品ですが、 Amazon 上で初めてリン酸リチウム電池を使用しているポータブル電源になります。リン酸リチウム電池っていうのは、アメリカや中国の自動車に使われているタイプの電池のことで、エネルギー密度が高くコンパクトで安全性が高く寿命が長い、こういったメリットがあります。なのでね、コンパクトなんですかね。普通のバッテリーの寿命っていうのは 2,3 年らしいんですけれども、この子は2000回以上充放電ができて10年以上使えるというメーカーのお墨付きです。またこちらのメリットは、使用温度範囲がとても広いです。電解器を使ってないので氷点下でも使えるんですね。マイナス20度から60度までの温度で使えます。もう一つ推しポイントは、自己放電が少ないというところがあります。自己放電っていうのは、使わなくても置いておくことによって勝手に流れていってしまう、電池残量がなくなっていってしまうことなんですけれども、1ヶ月に 5% 程度しか減らないみたいです。これはポータブル電源の中ではとても少ない方なので、充電をし忘れてたとしても、1、2ヶ月ぐらいだったら問題なく使える。はい、こちらの、ポータブル電源の電池の容量ですが、384Wh で12万mAh になります。そしてこちら、安心の2年間保証です。それでは大きさや重さ、そして本体についている出力の説明をしていきたいと思います。大きさですが、300mm、 30cm×、209mm、 約 21cm× ことの、168mm になります。そして重さは 5kg、女性でも持ち運びはできると思います。こちらビューデンスの説明書になります。日本語表記はある。はい、日本語の説明書がしっかりついていますので安心です。結構細かいですよ、説明書。はい、それでは出力について見ていきましょう。まずは USB が2つあります。そしてその下、これね、これがクイック USB、 この下タイプ C の USB で、ここが DC ですね。で、ここがライトがついてます。災害の時とかで使えるようにライトが備わっているみたいです。すごく便利そう。では逆側に行きましょう。今くるりんちょします。はい、こちらが反対側になりますが、 AC が3つ、ブブブ、でこれがポータブル電源の電源ボタン、シガーソケット、インプット、充電する時などにここから入力していきます。はい、こちら付属品で充電のプラグがついてました。で、まずはシガーソケットから充電、入力、これがソーラーパネルから入力、家庭用のコンセントから入力、入力
く方法はこの3つですね。ではまず電源を入れて充電していきます。スイッチオン。ではこちら AC で充電していきます。よいしょ。どうですか、充電中はこれかな。はい、今ですね、充電をした時の入力のワット数を見ようと思って充電をしたんですけれども、特にワット数が出てくるようなところはないので、ワット数の確認はできないみたいです。そこはちょっと不便かなと思いました。何が何ワットとかがちょっとわからないので、ね、なんかこう頻繁に落としちゃう可能性があるかも。はい、それでは USB を使って携帯の充電をしていきます。私は iPhone なのでつないでいきます。こらっしょ、よいしょ。お、それでは高速充電の方で斉藤さんの携帯を充電していきます。充電中。特にファンの音などは今のところはならないです。大丈夫。はい、そしてこちらなんですけれども、ライトがついてます。ライトの光のタイプは3種類、強く光る、弱く光る、 SOS で点滅です。じゃあつけていきます。ライトオン。もう一回押します。より明るくなりました。もう一回押します。 SOS モード。車中泊で使うと仮定をして、この電気毛布の代わりに電気カーペットをつないでいこうと思います。ちょっとね、ファンの音とかが気になるところなのでつないでいきましょう。それではつないでいきます。これは 200W だったので大丈夫そうです。それではつけていきましょう。まずはオン。どんどん温度を上げていきます。今ダニコロ、まあ、ファンの音はするけどそこまでうるさくはないかな。静かな方かな。こちらの電源ですが、容量は 384Wh なので、まあ、こちら 200W のものは約2時間使えます。でも、まあ、これカーペット、あったかくなってきた、まあ、寝る時にダニコロで寝る人っていないと思うんですね。だいたい半分ぐらいで寝る方が多いと思うので、まあ、本当に単純計算になっちゃうんですけど、半分ぐらいで約4時間、もう少し低くすれば5時間くらい持つのかなっていう感じだと思います。お、あったかい。5、6時間あったかくなってもらえれば朝までしのげそうです。はい、それでは車中泊で皆さんがポータブル電源を使うときって多分携帯の充電をしながら電気毛布を使うとかだと思うので、一度に2つともできるかどうかやってみます。まずは携帯の充電、この状態で電気カーペットを入れていきましょう。それではオン。問題なく、ダニコロでも問題なく、こちらのドライヤー 1200W です。で、こちらのドライヤーを冷風から使ってみて徐々に上げていってオーバーロードさせていこうと思います。オーバーロードした時ってどうなるのか、その後すぐに使えるのかがちょっと気になったので検証していきます。じゃあとりあえずセットでつけていきます。それではスイッチオン。あ、今冷風です。大丈夫。温風にします。あったかい、あったかい、あったかい。うんうん、問題なく問題なく。なんか上げてみよう。なんかセッ
ットのままだと使えそう。今もうつけてから1分ぐらいはつけっぱなしですが、特に落ちてないです。これがね、映らないからね、ちょっと分かりづらいですけど、じゃあ上げていきます。3段階あります。セット、ドライ、ターボ、次ドライにします。1個上げます。オーバーロードしました。この AC のところが点滅、警告が出てます。で、一度オーバーロードをすると、しばらくの間使えなくなるそうです。オーバーロードについてですが、メーカーさんに確認したところ、安全仕様のためオーバーロードしてしまった際は15分程度使えなくなるそうです。で、またその後は使えるみたいですね。はい、いかがでしたでしょうか。今その何ワット使ってるよっていうディスプレイ等はわからないものの、例えば自分が何を使うかが把握している方で、ワット数が少ないものを使いたい方、電気毛布しかり、携帯の充電器しかり、そういったこう何にどれぐらいのものをどう使うかが分かってる方で、これのこの子の許容範囲の中のものを使いたい方にはすごくお安いですし、コストを考えるとすごくコストパフォーマンス的にはいいと思います。やっぱりこう安全ですし、すごくね、丈夫で長くは使えますので、そういったところですかね。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。それではまたお会いできる日を楽しみに。さようなら。